ザ・エコノミスト、はいはい、レイは初回のね放送ありますけど、はい、やっぱり、上位でね、はい、即位されました。いやー、今回の、はい、エコノミストもやっぱり注目してますよ。海外では今やっぱり注目をかなりされてますけど、イギリスが一番見てたんでしょ。はい、そうです。BBC が一番詳しく解説してたと僕は思うんですけど、はい、日本の天皇のこの上位ですね、はい、現在はい、無事に、はいはい、滞りなく全ての式が終了したという認識ですけど、はい、これを踏まえた上で、はい、エコノミストがですね、うん、国際ニュースのところのトップのところで、はいはいはい、今回の上位問題、はい、取り上げさすがつつ取り上げつつ王室のある国ですからね。王室のある国、はい、でモナキつまり君主制ですね、はい、君主制の現在と未来という形で、はい、素晴らしい記事を3ページにわたって特集しておりました、はい、これ非常に面白かったですね、はいはい、とても参考になる記事だったんですけど、はい、ちょっとこれじゃあ、まあ早速その内容だけ言ってみましょうか、はいはい、まあ、日本の上位のニュースにしたんですけど、うん、これを踏まえた上で、うん、まあ、君主制ってそもそもどうなのよと、はい、でエコノミスト自身はまあ、一応中立な立場ではあるんですけど、はい、この君主制どうだって、まあ、イギリスなんで、はい、ただイギリス人一般人も、はい、これよく僕も個人的に聞いたことあるんですけど、うん、やっぱりその女王様って王室がありながら民主制ってどうなのっていうのは、はい、うん、イギリス人もちょっと矛盾を感じてる部分はあるという話はよく聞くんですよ、僕も。あ、そう、よく聞きました、はいはい、向こうの知識人といろいろ語ってて、はい、デモクラシーって言えねえだろうと、上に王様いるんだからと、はい、で実際このエコノミストはまずその民主制、この君主制っていうのは、はい、極めてこの理性的ではないってやっぱ言ってるんですよ、うん、一番初めに、はい、何かというと、まあ、正当性、この君主制の正当性ってそもそも古代の風習とか、うん、まあ、信じられないような子供っぽい神話から来てるだろうと、はいはい、いうことをまずこれはベースになってるんだと、はい、そもそもだから合理的ではないっていうのをまず言うんですよ。まあまあそうですね。でつまり、はい、まあ、イギリスなんかは分かりますけどね、まあ、はい、最近のもんですから、はい、最近のですから、はい、言いますね、全然、はい、まず性差別的だと、はい、で階級的、まあ、それそうじゃないですか、はい、で一応人種差別的ですよね。まあ日本はそうでもないと思いますけどね。それと多様性とか平等という、もしくは個人の利益というものを拒否しますね、一応、はいはい、まあ、そういうことなので、うん、どうもそのやっぱり正当性というのは共和制に比べれば、まあ、民主的に考えてないんじゃないかという見方をまずするんですよ、これ、はい、ところが現在そのいろいろ見ていくと、確かに20世紀には非常に多くの王室がなくなりましたよね、はいはい、で特に戦争のおかげで、はい、一気にガタガタガタとなくなって、ところが21世紀にほとんど無傷だと、うん、21世紀に消えた王室、君主制ってたった2つしかないんですよ、はい、サモア、ここは、王様を継ぐ人がいなくなっちゃったんで、うん、消滅しましたね。サモアって南の島のサモアですよ、はいはい、ネパール、はい、あそこは王様がひどくて、なおかつ反乱も起こって、しかも王様がなんかドラッグとかもバンバンやってて、とんでもないやつだったんで、はい、うん、っていうことでやりましたね。で、まあ、フランシス福山はこの、歴史の終わりってことで民主制が今度どんどん行くって言うんですけど、はい、現在なんと君主制を取ってる国は世界に44カ国ある、はい、でそのうち英連邦がそのうち16、はい、含めてなので、うん、要するにあそこはエリザベス女王がいて、はい、それを一応君主としているのが16カ国あるということですよ。オーストラリアとか、オーストラリアもそうですね、カナダとか、はい、ニュージーランドとか、はじめ16もまだあるんですよ。あるんですよ、実は。あるんです。だから一応、だから彼女のコインになってたりとか、はい、お札になってたりのがいっぱいあるという、はい、16カ国あるんで、はい、でそのうちのだからまあ全部で、20何カ国はもうまだまだ、はい、別にいるんですけど、うん、そのうちの、しかもイラクとか現在ルーマニアでは復活させようという動きもある。なるほど、はい、これは我が番組でもすごい昔にやったことありますけど、はいはい、ルーマニアとか、あ、ブルガリアでしたっけね、どっかいろいろ王室を復活させる動きがあって、はい、それを一番助けてるのがイギリスなんですね、はいはいはい、イギリスはもうそもそもほら、ね、イギリスって19世紀から20世紀に変わるときに、はい、中東にいろんな王国ができたじゃないですか、はいはい、あの時に結構お手伝いしたのがイギリスなんですよ、はいはいはい、やっぱりそういうところも含めて、ね、まあ、お手伝いというか悪さしたみたいな感じがありますよね、はい、まあ、イラク、はい、ルーマニアで復活させるという動きもあると、うん、でじゃあなんで今実は君主制って意外と安定してるわけですよ、はい、じゃあなぜかというのをエコノミストが3つ挙げてます、うん、はい、これ今ちょっと挙げていただけますかね、ここにここのところにドーンとね、ドーンと分かりました。まあその3つ挙げてるやつが確かにそうだなっていう感じですね。君主制が生き残っている理由1番、はい、
ほぼ権力なし。今の統治者、はい、まあエリザベス女王もそうで、はい、そうですけど、まあ、日本の我がね、我が天皇もそうですけど、はい、ほぼ権力はありませんよね。権威はあるけど権力なし。そうなんです。権威のみなんで、むしろいいという。はい、そうですね。で、2番目。これはすごい、ダーウィン的な考え方ですけど、すでに弱い君主制が消滅してしまってるという。まあ、これまであった弱い君主制は、はい。はい、消滅して、だからもう、はい、情けない王様とかそういうの全部もう消滅してしまってると、はい、もう今生き残ってるのはもうすでに初めから強かったんだという考え方ですね。で、3番目、うん、今民主制度、これが難問に直面してますよと。民主制度っていうのは、まあ、共和制ってことで、共和制ですね、共和制です、ね、はい、共和制が難問に、まさにアメリカの場合もそうですし、トランプとかね、はい、とかいろんなところもあります。まあ、フランスとか見ても、ね、はい、やっぱりちょっとこう、はい、安定してるわけじゃないじゃないですか、そうですね、ベネズエラなんかもまさにそうですけど、はい、うん、大統領制なんて、あれ、権威と権力を一緒にしてるわけでしょ、そうですね、で逆に言えば、ちょっと不安定な部分も、なきにしもあらずなわけですよね。しかも、はい、その誰も尊敬してない人が勝っちゃう場合、うん、誰もっていうわけじゃないですけど、うん、まあ、逆にね、だったら3割ぐらいの人が尊敬してる人が勝っちゃって、はい、残りの7割は別にどうでもいいよと思ってる人にとってはすごい迷惑な存在かもしれない。そうなんですよ、政治的な存在になって、はい、そう、政治的な問題に、うん、存在にしてしまうってところにやっぱり問題が、うん、共和制の方あるんじゃないかなというところなんですけど、はい、それがないということで、つまり、はい、うまいことその権力と権威が離れてることによって安定してるという、うん、こう言ってるわけですよ、はい、で、じゃあ今生き残ってるところいろいろありますけど、はい、例えば、まあ、これ どういうことですか、ね、これここで言ってるすごいうまいなと思ったのは、はい、政治っていうのは、うん、そもそも先ほどの和田さんの話をちょっとこう援用する形で言いますけど、はい、政治っていうのはそもそも分断させるものじゃないですか、意見を、はい、これとこれが戦うっていうのは政治じゃないですか、はい、民主党と共和党という形ですね、うん、はいはい、自民党と共産党みたいな形で、まあ、はい、権力を奪い合うところとかがあるわけですし、はいはい、ね、まあ、順位をつけたりとかね、 そうですね、そのグループは2番目ですと、はい、あなたは3番目ですと、我々が上ですと表でね、はい、出ちゃいますよね、はい、分断させるもの、ところが君主制っていうのは、うん、一応その国全体をまとめる存在としてシンボルとしてやっぱりこう、うん、機能する場合があるわけじゃないですか、はい、というところがあるので、はい、やっぱ安定してるんじゃないかというふうにこれ言ってます、はい、なかなかうまいなと、はい、まあ、はい、僕はねこの君主制のこのエコノミストのやつ見て、はい、あれこれってある意味って君主制ってちょっとパラドキシカルなところあるんですけど、はい、共和制度よりも、はい、むしろ民主的な側面すごいあるんじゃないかなと僕思っちゃったんですよ、はい、相当だって国民からの評価が厳しいですし、一、はいはい、人なったらもうやめる、なかなかやめられない仕事じゃないですか、うん、まあ、首相とかだったらすぐやめますってやめられますけど、はいはい、これほぼ一生というか20年、まあ、さっきの 天皇陛下だって30年やられてるわけですよ、はいはい、30年ぶっ続けで毎日ああやって大変なことして、うん、月に1回だってお祭りはしっかりやってなんとかやって、はい、いろんな国民のとこ行って被災地行って、はいはいはい、こう膝あれして、ね、はい、大変ですよこれ、はい、大変ですよ。いやだからまあちょっとこの、上皇陛下がやっぱりちょっとこうあまりにすごいですね、外遊と被災者の方に寄り添ったりとか、あ、まあ、行幸されるの回数が多かったのですごいらしいですね。これは逆にちょっと負担がね、そうだから、いや、まあ、嬉しいことではありますけど、ありがたいことですけれども、これが今の天皇陛下、金城陛下のね、金城陛下の、うん、プレッシャーになっちゃう可能性があって、いやちょっと心配してるんですよ。いや、もう、お祈りをしていただくだけで十分なんですよ、まあね、まあね、だからもう、その、国民が、要するに上皇陛下のやったことをデフォルトにしないでほしいと。ああ、そうですね、もうかなりボーナスラウンドをやっていただいちゃっただけでボーナスラウンド、そう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 、だから本来はもう皇居のところでお祈りをしていただくだけで十分ありがたい存在ですので、負担がね、そうだからそれがあるから、国事行為もありますし、だから上皇陛下はすごくいろんなところに来てくださったのに、はい、金城陛下はっていう言い方にならないようにしてほしいなっていうところなんですよ。そうですね、はい、そもそもね、そうです。ちなみに金城陛下相当体力あるらしくて、はい、なんかマラソンこの間なんか、はい、皇居の周りをなんか結構記録的なペースでなんか回ったっていう話がちょっとあるんですけど、時々走られているらしいですね。いや相当すごい、あと、まあ、登山が、
そうだ、登山そうだですのでね、体力ありますよね、はい、ですのでいいまあ、僕はやっぱりこういうふうにこれから君主制が長期トレンドでほら朝日新聞とか好きじゃないですか、はい、もう今君主制がもう世界でなくなりつつあるからみたいな、はい、でも一方的なトレンドじゃなくてやっぱこれから増える可能性もあるわけですよ、はい、まだまだ全然、はい、 そうですね、そうするとねやっぱり一方的な方向にトレンド行くっていうのはまあ間違いなのかなっていうのもちょっと思いましたし、はい、あともう当然ですけどエコノミストがやっぱ125台って普通に書いちゃってるわけですよ、はい、とんでもない圧倒的なブランドじゃないですか。もう圧倒的なブランドですよ。イギリスも確かに、あれドイツの方から来た人たちで、はい、まあ中世ぐらいまでその家計は遡れるわけですけど、はい、いや、125台はないでしょ。無理ですよ。無理ですよ。すごいブランド。改めてこういうのを読んでもやっぱり125台ってすごいですね。はい、もう、桁が違いますからね。はい。桁違いですし、びっくりしますよ。もう、その、仕組みも違いますしね。他の、王族王室とね、全く仕組みも違いますし、ちょっとすごいですよね、はい、比べる存在でもないと言いますかね、はい、まあ理性というか、まあ、感情を、まあ、ベースにした文化を元にして作られているっていうことなんですけど、僕はですね、はい、やっぱりそのイギリス人がそんなふうに本当に民主主義なのかなって言ってるんですけど、はい、あんたのところも僕なんかの我が国なんですよ、はい、やっぱりその不合理なものを中心に置いて、はい、伝統みたいなもの、はい、で他のものが代替できないものを真ん中に置きつつ、はい、そこを合理で固めるっていうところで逆に僕バランスが取れてるのかなと僕は思ってる、はいはいはい、これ、まあ、引用のバランスと言ってしまえばちょっと変なことになるかもしれないですけど、はい、要するに不合理なものの周りを合理で固めるっていうのは、はい、実はもしかしたらバランスいいんじゃないかと、全て合理的にやろうとするから、うん、たまにトランプみたいなのが出てきちゃって大変になるっていうことがあるんで、それは逆にこういうところに真ん中に不合理的なものを置きつつもそれを周り合理的に固めるっていうのは、はい、僕は日本イギリスもなかなかうまいことやってるんじゃないかなと僕は評価したいところです。やはり日本とはそこが不思議なところですよね、はい、一度もそう、まあまあ、何度か危機はあったんですけども、はいはいはい、やっぱその口頭が入れ替わらないように、はい、日本人が分かってたのか、なんかこう周りが努力して支えたっていうところ、うん、ありますよね、我々の家の総本家だという意識がね、はい、そうですね、はい、あれはすごいよくシステムを作りましたよね、そういうふうに来たんじゃないかな、はい、だって藤原家お前が天皇やればいいじゃんぐらいな。ああ、そうですね。力圧倒的にあったりするとかね。どんどん。じゃあ、でも自分はならない。ならない。もうその、なんかあったんでしょうね。はい、娘も、天皇と結婚させるし、孫も天皇と結婚させるし、そんな面倒くさいことするなって言っても、いや、そこは違うという。そう。その、権力と権威は分けてると。ね、そうですね。その権力と権威をうまく分けたっていうのはね、そうやっぱ知恵だと思いますよ。源の頼朝もあれだけ強く、うん、なったのにもかかわらずね。なったにもかかわらず。やっぱ権威ではないんですよね。そこに手を出すということはしなかったと。はい。なんかあるんですからね。はい。うまいことあると思います。はい。そういう流れがね、何度か危機はありましたけど。あったと思いますよ。はい。すごかったなと思いますね。はい。次いきます。はい。戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、CD 授業としてね、CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って、はい、戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひここからスタートしてですね、未来予測と戦略 CD とかになってますんで、ぜひ、そしてリアリスト入門、それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼヴィッツ戦争論、そちらもね、これも、はい、日本では誤読されておりますので、はい、で地政学、これは日本にはないです、はい、はい、それから、うん、孫子の兵法、これもちょっと、はい、やや日本のは誤読されてる、はい、っていうことで、はい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。